はい、こんばんは。熱海の温泉リゾートから、合宿講座をしております真っ赤い清美でございますけれども、はい、本当にあのですね、日本に来るといろいろな商品とか工夫されてるなというふうに思うことがあるんですけれども、今回ですね、合宿講座の方に名古屋から、青山宗世さんという男性の受講生さんが見えてたんですけども、その方、名古屋からですね、お土産を持ってきてくださったんですね。それでこのお土産があまりにも名古屋的だったので、いただく前にですね、ぜひ皆さんにご紹介させていただきたいなというふうに思います。はい、それではちょっとお待ちくださいね。はい、まず第3位、じゃーん、はい、味噌豚カツ。はい、私実はあの揚げ物のカツの味噌とんかつ、はい、豚とも言うんでしょこれ、味噌とんかつと。私あのお味噌のタレのとんかつって食べたことないんですよ今まで。でこれは、名古屋の名物だと言って、噂には聞いてたんですけども、お土産にいただきまして、はい、味噌とんかつ、はい、という名古屋っぽいですね、第3位でございます。さあ、それでは続いて第2位の発表です。第2位はこちらでございます。はい、名古屋といえばやはり手羽なんかがとても有名ですけれども、ネーミングがすごいですよこれ皆さん。はい、うみゃー手羽うみゃー手羽でございますね。はい、お醤油味と、ピリ辛味と八丁味噌味と3つ入ってるそうなんですけども、食べ方のですねレシピ、があるんですけども、オーブンでねさっと炙って食べたりとか、あと親子丼にねお醤油味のですね、それから、ナスや大根、キャベツ、季節の野菜の煮込みに味噌煮込みにした、組み合わせなんかも美味しいんじゃないかと書かれてますけれども、はい、3つのお味で楽しめるうみゃー手羽いや、番外編でねあったんですけども、私の友達の春日井に住んでいる、箱崎さんという方いらっしゃるんですけども、彼女が名古屋のお土産を持ってきてくれた時に、そのネーミングがすごかったんですけども、番外編としてご紹介するんですけども、そのお菓子なんですけれども、名古屋城というお菓子なんですね。でその名古屋城の城がお城の城ではなくてお嬢さんの城で、名古屋城というお菓子をいただいたことがあったんですけども、あのホワイトチョコのですねサブレですごい美味しいあのお菓子で、はい、大好きなんですけども、名古屋アイデアですよね。さあ、それでは、今回ですね、熱海の合宿でいただいた名古屋のお土産ベスト10、ベスト3の1位に輝きましたお菓子をご紹介させていただきます食べるのがもったいないじゃん、エビフリャーエビフリャー名古屋弁でね、すごいアイデアだと思いますよこれ皆さん。あの名古屋限定のエビフリャーはですね、パン粉で仕上げた正体はなんと美味しいシュークリームになっているんだそうです。はい、名古屋の人気者ということですけれども、はい、これネーミングの素晴らしいアイデアですよね。はい、ということで今日は、名古屋からご参加していただきました青山宗世さんからいただきました名古屋のお土産ベスト3をご紹介させていただきました。これ味噌とんかつと、それからうみゃー手羽と、はい、ありがとうあんちゃん、はい、こちらエビフリャーでございました、とっても素敵なお土産ありがとうございましたこれはね、やっぱり日本の人ってね、アイデア勝負、あのこういったネーミングですよね、素晴らしいと思いますね。はい、ということで名古屋お土産3点セットをご紹介させていただきました。それではここでコマーシャルです。